どうなりますか、そばにおられる方と講義をお聞きしたくて来ました。 さて、今日は、憂鬱症とストレスに関してちょっとお話ししたいと思います。皆さんが今まで習った通りにしますと、このストレスの。スクレスレ 根根本的なはのどこからストレスが来るようですかさてそうすれば皆さんにこのようにお聞きしますどのような状態の時は全くないと思われますか心,が心に平安がある人 楽しいとき愛するとき歌うとき感謝するとき全部合ってます楽しいとき愛するとき感謝するとき歌うときはいご飯食べるとき お祈りするときはいあ与えあげるときはい私は私は赤ちゃんを見ているとストレスがなくなりますここに特にあの一番後ろに血やんもう本当に無邪気な はいはいはいあのかわいい本当にかわいい子供またちょっと知ってるふりするとき笑ってくれるときはいもっと嬉しいときは私が好きでキスしてくれるとき その簡単です。心理善美しいこと、信仰希望愛のうちにはストレスがありません。簡単です。さて、心理善美しいこと、信仰希望愛の中にはストレスがない。結局その言葉は、心理善美しいこと、信仰希望愛は、 命の息の本質です。そうですね。で、それは、結局は、どこにいるとストレスがない命の息のうちにいるとストレスがない。命の息のうちに,にあったらストレスがないという言葉が言い換えますと、神のうちにいるときはストレスがないという言葉です。結局、愛のうちにあるとき、私が愛しているとき、私があげるとき、私が祈っているとき、 全部合っている話です。私が楽しい時、歌う時、だから私が本当に真心から真心から賛美の意味を考えながら歌っていると、ストレスがなくなります。ストレスがなくなるということは、結局は私の脳波がベータ波からアルファ波長に変わるということです。すなわちベータ波がアルファ波に変わるということは、結局は 結局はどういう話ですか雑念から青年に行く言い換えますと皆さん命的な私誠の私私的な私偽りの私あるいは自我と呼びますで仏教では誠の我真我と が分類しますここでは命的な私、意志的な私、誠の私、偽りの私。そうしますと結局、誠の我に帰る時はアルファファに行きます。その瞬間は私は美しいこと、真理全美しいこと、信仰希望愛に私の心を集中するとき。 そのベータ派がアルファ派に変わって結局は私的な私から命的な私に移っていく時ストレスがなくなるのですだからストレスの根本的な根はこれは偽りの私にあります分かりますかだから偽りの私がストレスを打ち勝つということは 誠の私と偽りの私の間にいつも葛藤がありますがこの偽りの私が誠の私をもう悩ますのです何でですか雑念から雑念で心配から憎しみから呪いから怒りからこうしているとどんどん起こる理由が できますじっとしていますと私は意図しないのに憎むべき人が頭に,頭に浮かぶのですどうしてそういうのが自然なのか私人間にはそういう雑念が出るのは誰にでもとても自然です私が憎んでこれから誰を憎んでみようかそういう必要がありません 一人で部屋にいますと昔そのなんか気分悪かったことがよく思い出されて悲しかったことも傷ついたこと思い今日の朝誰かさんが言っていましたが昔の歴史の話を言いながら泣いたそうですそういう思いは記憶がもう生々しいです それで私、多くの女性はですね本を書きなさいと言ったら何冊も書くもう記憶力がもう本当に生々しいそういうのが私の潜在意識の中に隠れていますさて、私が本興味深いこう絵を見ましたね。 さて、これが何ですか何パーセントですか ?5% の意識です。それから、これは無意識です。実はこの無意識が最も偉大な意識です。なぜですかそのあの意識は誰の意識だからですか創造主の意識だから。だから私が意識できないうちに、すべての複雑な出来事は全部とても もう詳しいその密な命を維持することのできるその働きはここでなされるのであります。で、この辺はそうかそうでないかここを潜在意識とします。言います。あるようでないようで、現れるようであるいは知らない、知らなさそうで。それで 皆さんがある人,をある人が皆さんにとても悪いことをしたあまりにも憎いそしてお金をもうその詐欺したでお金を受けないことにしたしかし忘れることはできませんでところが日常生活の中では忘れているようですところが時たま静かな時一人でいる時 また浮かんでまたぎしりをしますぎしりそういうのを潜在されている意識と言いますその潜在意識は意識と無意識の間を行ったり来たりしないでおぼろげに残っているのですだからストレスがなくなるためにはこの潜在意識をここのここの その心理全美しいことではないこともいつり詐欺され,されたこと騙されたこと裏切られたことこういうことが全部どこに残っていますか潜在意識の中にありますまた昔あったとても悲しかったことそれで例えば 16年前に夫が交通事故で亡くなった今は何ともないしかし思い出されるとまた自分も知らずして涙が出るそれ潜在意識があるのですところが日常生活の中では忘れて生きているようですところが忘れられていないのですこういうのを潜在意識と言いますだからこの潜在意識の中に この潜在意識が結局は私の意識も支配することができ無意識の領域に影響を及ぼします無意識のところに悪い影響を及ぼして故障をもたらすこともあるということですだから皆さんの潜在意識の中に生まれて見えそうで見えないそういう潜在意識 を掃除しななければなりませんはいストレスはその潜在意識から始まりますわかりますかだから全ての人がみんな潜在意識の中にもう暗い影がたくさんあるのですあ憎んだりもう,も,うもう本当にひどいことをされたとかもう汚くてもう もう嫌になったりこういうのが解決されずに潜在意識の中に残っているのがたくさんあるほどストレスが多い人です。わかりますかところがその潜在意識を潜在意識がどんどん大きくなると無意識の領域に影響を及ぼすので潜在意識 が無意識に影響するのは私が全く意識することができません私も知らずして影響を及ぼしていますだからある悪いものも敵が憎いその憎しみを私が意識的に憎んでいればそれは潜在意識でもなく意識ですこれは意識の中に 憎んでいるそしたらこれは潜在意識に行くまた無意識の領域に影響を及ぼします私が病気の原因を勉強してみますと結局は遺伝子の状態です,そうです、ね、遺伝子がついているべき遺伝子が消えている状態でありまた消えているべき遺伝子がついているそういう状態であり また構造が正常の構造でなければならないのに塩基配列が変わって非正常的な構造を持ったそういう変質された遺伝子のゆえに病気にかかるということが分かりましただからこの遺伝子が変質されてついたり消えたりあるいはこの遺伝子が損傷されたときまた再び正常に回復するそういう作用は全部無意識の中に起こります 無意識それで私がこの無意識の影響を及ぼす影響を及ぼす私が意識で無意識を調節することもできませんコントロールすることもできませんこの潜在意識の中にその無意識と潜在意識がこう混ざっているようなのでここで影響を受けるのですだから心理と善と美しいことでないこと 信仰と希望と愛でないことその反対は何ですか信仰でなければ疑いですねだから周囲の人たちに私が信頼を与えることができずまた私が信頼を与えることができなければ私は自然と疑い深いものとなります言い換えますと私が他の人をよく 批判しますと私も人の批判を続けて意識するものになりますはいだから人のに対する批判をできるだけしてはいけません口を開けたら誰が誰がどうで誰が誰がどうであのやつはあの女はどうでもうこうなりますと私がいつもそれに批判しているので悪口を言っているので 人もみんな悪口を言いながら住んでいるというのが確実です。はっきりしています。それで人も私の悪口を言うその可能性を十分に予測することができます。だから私はいつもそれが気になるのです。もうそれで しかし皆さんが決心をしてこれから私は人の悪口を言わない決心して生活してくださいどれほど心が楽になるか分かりませんもう私は真実にいい言葉だけ語るどうしてですか人に悪いことをしますと結局は私の潜在意識が汚れます そうすると無意識が汚れをに影響を及ぼすのです。遺伝子は石に反応すると言いました。いい石にはいい反応し、悪い石には悪い反応します。さあ、それでこのストレスというものは結局は、結局は、この 信仰善、美しいこと、信仰、希望、愛、すなわち命の息神様の意志の外にいるとき、その反対側にいるとき、それがストレスの状態なのです。結局は、結局は、だから、皆さんの本当の誠の私、神様が作っておいた誠の私を、 神様の命の息で、御言葉で、愛で、真理、善、美しいこと、信仰、希望、愛を、命的な私を、もっともっとどんどん育っていかないといけません。そのまことの私がどんどん成長するほど、その反対に、その偽りの私がだんだん,だんだん衰退していきます。わかりますか そういう状態で皆さんは幸せになっていく人、ストレスをだん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 打ち勝っていく人になります。さて、それをちょっと見てみたいと思います。 これ少し単語を調べてみましょう。「外、上辺、外面的な人」。ここを出ます。コレント第2、4章の16節。だから私は落胆しない。 外面の人は腐敗するが私たちの内なる人は日々新たになっている。聖書は,聖書は本物も偽りも命的な私、私的な私をどのように仏教ではまことの 神河と自我に分類すると言いました。孔子はどのように分類するかと言いますと神河を君子、大人ですね。君子。王様の息子が君子です。君子。それから、あるいは大人と呼びます。それから、偽りの私を何と呼びますか精進 と呼びます小さい人だからもう偉いからといって大人ではありませんえらい一番偉い人はどこにいますか皆さん最近歴史ドラマ見たらよく分かりますね一番偉い人は主にどこにいますかその宮廷宮廷の中にいますねそれで その宮廷の中にどういうもう,もう精進のそういう,こう船がたくさんあるそういうとても偉いその人たちは偉くても精進です真理全美しいことはないもうよくない芯がですね で自分の,その自我を求めている人が精進ですしかし偉くなくてもとても真理と善と美しいことを追求する人たちを大人と呼びますそういう人たちをもう人になったといって大人もうもうあるいは聖人、君子だ。 その聖なる人聖書ではそれをいろんな言葉で呼びます。死的な私を何と呼びますか聖書では肉の人と呼びます。それから命的な私を何と呼びますか霊の人。霊というのは神様の 意だから神様の意志を受けた者は霊の人です。また肉の人を古い私、昔の私とも呼びます。それから本当の私、まことの私を霊の人を何と呼びますか新しい人と呼びます。聖書にはこれに関するその真我と自我の 部分がとても詳しく出ているのが聖書です。それからまたその外の人、外なる人は誰ですかこれはそれは偽りの私です。上辺に現れている私。しかし私たちの内なる人は 内にある、まことに存在すべきもの、も外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。コリント第2、4章の16節です。偽りの私はどんどんなくなりますが、私の内なる人は日々新たにされています。だから皆さんがニュースター通して、心理を学んで、このように健康食をして、運動すれば、 皆さんの本当の霊の人、内なる人はどんどんと新しくなる、それでだん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 と成熟して、そして成人君子となるということです。わかりますかだから、私の外なる人に囚われている状態が、 お釈迦様は何と言ったかと言いますと、執着、サバの世界に執着している。 お金がもう儲かる、税金が多い、少ないとか、あの女が私にこう言ったのに気分が悪いとか、あの女がどうして私にそういうことを言っただろうか、どうしてそういう話を広めているのだろうか、これ全部執着です。悪いところにだけ執着することです。私的なことにのみ執着することです。私的なものに、私は絶望だ、私はこれから、 もう希望望がない絶望に執着するだからニュースとはその執着を変えるということです。絶望の代わりに希望に執着するように。あ希望がある。なぜこう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 だから希望がある。遺伝子は再びつくことも できるので命の息というものは神様から与えられるものであって命の息が入ったら消えていった遺伝子もつくことができるだから私には希望があるこのどこに執着しているのかによって結果が変わってきますわかりますかだからストレスを打ち勝つ方法はどこに執着することですか命に執着することです 命に執着すすることですそうして初めてストレスに打ち勝つことができます。他の方法はありません。これが命に執着しないで。ところがこの世の中はストレスを解決する方法を作り出します。だから一番ストレスよくやるのは何ですかこれストレスとても。 解消できますこれはどうして解消されるかといいますとタバコを吸いますとこれ悪いタバコの煙を深く吸おうと思って深,刻を深呼吸をします実はタバコを吸わないで静かなところにいて空気のいいところにいて そして深呼吸をしてみてください。ストレス解消されます。そうすると、その瞬間、脳波が変わります。はい、どうしてですか私が知った呼吸、とても不規則的な呼吸は誰の呼吸でしたかそれは私的な私の呼吸でした。そういう私は私ではありません。ところが、 本当の私はどういう呼吸をしようとしていますか深呼吸をしたい私がまことの私です。だから深呼吸というのはそれ自体が私にとてもいいものであるが故にどうしていいかと言いますと命の息が本当に大事ですね。その次何が大事ですか酸素です。はい。 だから大事なものを十分に受け入れるのでどれほど体にいいでしょうか、はい、それでこの深呼吸というのはとにかくいいものですだから皆さんこれから歩く運動散歩するときもただあ天気いいなあああそれなら気分もいいな そういうやり方でこういうふうにしないで皆さんに散歩する時も深呼吸をしながらこうしますとどれほどいいか分かりません昔マラソン 中学の時体育の時間ありましたが最近体育の時間ないみたいですそれではマラソンをこう習いますかその時は呼吸をどのようにするしなさいと言いますか1234と呼吸するように12は吸って34は吐いて はい、ところがどうしてそうかと言いますと私がただ座っている時はしますが走る時はですね2回ずつどうしてですかそう2回して酸素曲をもっとたくさん受けなさいそれからもっとたくさん吐いてたくさん入れて今走っているから だから、そのようにしたらいいのです。走るとき、あするように、歩くようにこう呼吸したらもうすぐ疲れます。もう走れません。だから、私、最近私は夜明け、その朝早くもこう海辺を歩いたり、こう芝生のところを歩きますが、私は芝生に行きますと、<laughs> もう砂浜でも、う裸足ですが、あの今日はあの芝生が濡れていたので、もう裸足で,ですね本当に気持ちよかったです。歩くときも2回ずつします。2回ずつこうやって歩いたら、平安になります。それは誰の呼吸ですか誠の私の呼吸であるがゆえにです。 偽りの呼吸はですね、息を殺して、とても不規則的に、あのやつをどうしようか、今日の何,こう何を見てもう、うもう複雑にこう思いながらするので、呼吸に関心がなくなります。この執着、この仕事、出来事、この感情に執着しながら呼吸しますと、呼吸が後ろにも回ります。闘病なされ方は必ず呼吸第一主義。分かりますか だから呼吸をちゃんとすると雑念がもう完全になくなります、はあ、ただ、はあ、こうしたら雑念しながら歩くのですところが呼吸までもこう歩きますと雑念がもう晴れますだから運動効果もいいし そうしますと痛みもなくなくります痛みがなくなったらよくなるのではないですか、はい、どんどん良くなります。分かりますかそれからまた特に狭心症の時は呼吸がとても大事です。この呼吸を規則的にすれば心臓も自分も知らずして規則的になります。 その病死というのは本当に不思議であるいいリズムに他のリズムが全部同調するそういう傾向がありますだから女性の生理も寮生活をするといつの間にか もうみんな似ている時期に生理します最初寮に入るときは整理の周期は全部それぞれ違いますが何ヶ月言いますと大体一緒にする時一緒にしたりそれがこう何でいきますか波長として出るのでだから同病お互いに 隣同じ病気ですね、そういう、今回、肉臭の人たちがたくさん来て、もう同じそういう立場にあって、お互いに慰め合う、そういう雰囲気があるようです。でも、もう、病気したことない人が、病気の人、本当に分かりません。 もう感動されたりしませんが同じ病気を患っている人たち同士では同じ病気を患っている同士の人たちが一言一言言うと心に来ます心に打ちますそれでそれでこのこういうグループが大事ですだからお一緒に皆さん同じがんという もういろんながんがありますががんはやっぱり同じ病気でもう,もう糖尿病全部違う病気のようですが遺伝子のレベルでは遺伝子の問題が起こったというところではもうみんな同じ病気ですだからこのニュースサドではもうお互いに同じ立場であるということもう同じ立場だと脳波が調和をなして もうそれがその波長が大きくなってもっと大きな感動を受けることができるだから皆さんが家でインターネットで見るよりここに食事も一緒にしながら同じ講義して同じ時間に座る時をもっと強力になるのがその波長がお互いに大きくしますその その大きくする作用です。普通、シナジーといいます。一緒にするとき、力が出る。韓国ではシナジー、上昇作用といいます。同病相憐われむという言葉こ人人ちが 多いほどシナジーがたくさん出ます群衆心理というのは各自ノウハウが全部それぞれ影響を及ばして何でもないものにわー殺せーとかそういう人います何でもないのにでそのシ,シナジーがとても悪く働きます主にシナジーどういう人が一番よく使うかと言いますと シナジーを悪い方向に使う人たち、政治家たち、北朝鮮の状態とか、ヒトラーのドイツの状態、これ、群衆心理、シナジーです。人が理性をもう考える力が出ません。どん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 教育して、精神教育して。 はい、分かりますかしかし、ニューサートシナジーを狙っています。しかし、ニューサートは皆さんを生かすためにします。それで、一緒に拍手するのも大事で、一緒に歌ったり、一緒に話すのも大事です。だからスストレスも共にする時 タバコを1人で吸うときのストレス解消されるのと一緒に吸うときの解消されるのと皆さん違いますあるいはその公園を見に行ったと1人で見るのと何千人一緒に見るのとは感動が違います隣の人の感動が私にも影響を及ぼしてこのシナジーの効果としてうわーというふうになります それで、講演状は大きくならなければなりません。こういう科学的な理由があります。分かりますか政治学はそういうのを習うんです。人たちをどうしますか政治というのは人の心の調整ですね。分かりますね。だから政治家たちが悪い心を抱くと国民が苦労します。 見てください、あの上の方にどれほど苦労しているのでしょうか、上地にしても忠誠します。はい、理性的な判断がほとんどほぼ不可能です。だから少し悟った人たちはどうしますか命を懸けて顔を渡ります。今、北朝鮮の話です。 顔を渡ってモンゴルに行ったりもう回ってもう韓国に本当に死ぬもう苦労してくるのです脱北者たちの話を聞くともう,もうミャンマーに行ったり行ってそれでやがて韓国に行きますあ本当にそういう話を聞きますと どれほども,もう捕まえそうでもう本当に緊張するもう中国の公安もう警察に捕まりそうでまたその鉄の柵をもう越えてもう飢え死にしそうでもう叩かれ死にそうでもう山で寝てああそれに加えたらもうこれはもうなんともないですそういう話少しもう聞いたらすごいです。 本当に神様が見守るようです。<や>さて、だから皆さん、ストレスをタバコを吸ったらもう、レスが解消する。何が出るからですか条件反射、これ深呼吸だから。<laughs> <laughs> また、これはその。 入るのも出るのも見えます。で、その中にあるものが全部もう煙,煙として出るのです。ああ、あいつこのたばき、だからですね、たばこがやめられないのです。たくさん吸ってみた人のようです。 先生 <laughs> 私も吸ってみました。はい私がしてないのありません。40もう47年ぶりにタバコをやめたそうです。ある参加者。4ヶ月になりた。 4ヶ月タ,タバコをやめて4ヶ月になるそうです,うですまたニコチンが入りますと脳細胞を刺激してセロトニンというのが出ますなぜですかこれはニケチン作用かどうか分かりませんタバコ吸う心がどういう心ですかあ 休,む休もうという心じゃないですか、ちょっとう息を取り戻そうということではないでしょうか。だから、こういう複雑なところから離れて私が少し余裕を持とうという話です。余裕を持とうというする心がセロトニンを生産すると思われます。だから 科学者はニコチンがセロトニンを生産すると言っていますが私が思うにはそうでないんじゃないかなというもで、タバコを吸ったらセロトニンが出ますセロトニンが生産されると心が落ち着きますだから心が落ち着くので心が複雑でストレスが来たそういう時は自然にタバコの思いがするようになっています自然と 気分が悪いと言ったらもうタバコのに自動的に行きます思いがその時何をしなければなりませんか深呼吸をしなければなりませんそれからまたお酒を飲んだらストレスなくなりますなくもう解消しますどうしてですか どうしてお酒飲んだらストレス解消できますか？お酒をしながら、もうお酒を飲んで酔ったふりをしてもう。普通普段はできないことをもう全部話すのです。その次の日、あの人はもうすみません。私はもうお酒によって。<laughs> そしたらこの社会ではそれ許されますかはい、理解します。それでもうストレスが多い社会なのでそういうものに関しても寛容を与えます。寛容してもうストレスが解消されますね。だからそういう面もありますし、またお酒をだからお酒を1人で飲んだらストレスあんまり解消しません。1人で解消したら。 だから一人であんまり飲めません一人で飲む人たちはアルコール中毒者たちですわかりますか中毒者たちはストレスと関わりなくもうストレスと解消するとかしないはそれは問題ではありませんもうすでにお酒に中毒されているので一人でも飲まなければならないそれはお酒の完全に奴隷となっている状態ですところで お酒を飲んだらまたストレス解消するいい理由は一人ではよく解消されないので今度は誰と飲んだらストレスをもう嫌な人とお酒を飲んだらストレス解消できませんストレスお酒は近い友達親しい友達と飲みます お酒がストレスを解消するのではなく、結局、何か、その友達がもう慰めたりしてくれませんか、皆さん。考えてみてください。朝、出勤してもう上司に、もう、昨日、少ししくじったことをもう上司が、もう仕事をこのようにしても、このやろも、もう、首にしなければなも辞表を出しても出なさいと言ったら、ものすごいストレスを受けます。 そうしたら自然に何の思いがしますかお酒です。タバカではいけません。もうこれではもうそれ誰に電話しますか友達に電話します。ねねちょっと名前が定常。定常4。 もう電話して、ね手錠。何。忙しいか。もうちょっと忙しい。ね。もうどんなに忙しくても。仕事終わったら私といっぱい飲もう。ね,えねえ、あすまない。もう大事な会議がある。そうしたら。ストレスもっと。あります。はい。それらも、いや、もうこの野郎、もう死にそうだと言ったら、もう。 私は2時間後、少しまた電話する、なんとかしてみる。2時間、手順から電話したわわ分かった、もう会おう。の夜のもう会議は明日に延ばした。そしたら、もうストレスもなくなりますもう。もうお酒飲む必要もありません。だから、お酒がストレスを解消するのではなくて、友達の愛が。 わこいつ私のためにその大事な会議まで伸ばして一杯を一緒にしようとするその愛を感じたらもう心理全美しいこと信仰希望愛を感じたらストレスは全部解けますはいわかりますかはいそういうものです実私が呼吸するのも 愛を呼吸するのです。わかりますかはい、呼吸。愛を呼吸することで。なぜですか皆さん、なぜかご存知ですか皆さん、命の息の根源は、元は、源はどこですか命の息の源は、聖書を見ると、どこから出発していますか 神の中から始まったのではないですか神様がその命の息を空気の中に吹き込んでアダムが土で作っ,た作ったアダムに吹き込んだら空気の中に吹き込んで葉の中に入れました。そしたら土で作った人が生きた人になりました。 だから皆さん、さてこれはとても大事な話です。だから昔中国の人たちが、中国の人たちが中国の人たちが酸素、裾、窒素、わかりました知りませんでした。 そういういののあるのかもしれませんでしたこの中に酸素があり水素がありまた炭酸ガスがあったり窒素があったりそういうの知りました、ね、それは最近の科学者たちが発見しましたしかし中国人の人たちがこの空間の中にあると信じていること私たちが生きをしていることは酸素ではありませんでした酸素ではありませんでしたそうしたら何を生きをすると 木です、木。それで空気と呼びました。今、最近は空気といったら酸素といきますかそうではありませんでした、前は。昔はそうではありません昔はその中に木がありました。木運の木です。私は呼吸するということは何を受け入れることですか木、命の生き。 聖きを受け入れると認識していたのです。だから呼吸をしなければ死ぬと思ったのです。ところがその言葉が聖書の御言葉通りにしますと本当ですか本当じゃないですか神様の意志はこの空間にいるのです。そうですね。合ってますか合ってませんか合ってます、はい。それで私たちが呼吸をするということは とても大事なのです、はい。とても大事です。だから呼吸するということは酸素も受け入れるのも科学的に合っていますが主に私が受け入れるのは何ですか命の息です。 だから皆さんが生きた命の息は神様の心ではないでしょうか。だから皆さん、研究をしてみますと本当に面白いです。私一人だけ面白いみたいですね。 さてこれどういう字ですかあ違いますね。これはタイで。これなんですか休む休です。だから私がストレスを解消するときは、まず休息が、休みが必要です。まず、一旦もう中断しよう。 それがストレスを解消する一歩です。雑念が入りますと、まず雑念を消さなければなりません。で休息するの、休むの、休ですかあれは何となんですか人が木のそばにいると休みです。わかりますかあの木というのは自然を代表します。 自然皆さん、自然とは何でしょうか自然自然とはどういう意味ですかいろんな意味があります。 自然ほど本当に不思議な言葉ない自然にしなさい私たちが見る山海これも自然また何ですかあるがままの状態ところでですね皆さん この自然、山、海、こういう自然を英語で何と言いますか ?Nature と言います。これもう面白いです。Nature という言葉はもう湖、川、森、これ全てが含まれますが、あの Nature の他の意味は何ですか本性。 本性、性格。はい。そうですね。性格、キャラクター、a t u r e だから、He is very good-natured person って言ったら、性格がとても、あの人は性,性格がとてもいい人だという意味にもなります。はい、その人はもう山よう、山のようだじゃなくて、あの人は、 自然のようだというか山のようだという言葉ですあの人はいい性格この自然を美しく想像した神様のようだという言葉です意味ですだからこの木というのは自然を意味し自然は神を意味しますだから神様と共にいる時私が 休む今までずっと説明してきたのではないでしょうかストレスを解消するのは何の中にある時命の息の中にある時で神の中にいる時ではないでしょうかそれで全てがちゃんとこう噛み合うのですその次ここにヒ「ヒに「即」という字があります 休息という字、本当に面白いです。ストレスから解消されるということは、やがて私が休息することができる。もう、ストレスを受けているときは休みがありません。休息がありません。休息がないということは、すなわち私が神様から離れているということです。ああ、こういうことです。ところがここに、 自我という言葉は大事です。自我はどういうことですか実はこの世には自ら何かをして生きていく存在はありません。私が遺伝子を勉強して命の息を聞いて学んでみますと全ての生命体は自ら生きているのではなく神の命の息の 調節コントロールによって生きていっています。そうですね。はい。だから、字という文字は誰にも適用することはできません。もう、自動車というのも似合わない言葉です。自動車が自分で行きますかい,いえ、運転手が乗って初めて行きますが、私は自動車を字とつけました。これ、誤ってつけたものです。 自が似合うもの自ら外部の助けなしに自ら存在する存在は誰ですか神様しかいません。だから、うん、自は神です自。自然は何なのか ?Nature もう山湖山もう日没もう 日ので波にその月が映ることこういうすべてが自ら自らおられる神様がなしたそのようにあるということですだから 自然的にしなさいということは神らしくしなさいということです <laughs> ああ素晴らしいのではないでしょうかだからこの「自」という字は神・ G ですこれは何ですか心です本当にこれは何でしょうかこれ これはどういう文字ですか休息の呼吸です呼吸息をする息だから休息することは人間が神と共にこの呼吸をすることですどうして呼吸する側でしょうか 神の意志を心を息するとき私は休息となるということですああその神の心が真理善美しいこと信仰希望愛なので私がそれを呼吸するだからだから空気というとき 空気、この空ですね。空間、空気というとき、これ結局、この気は何ですか神の心が気ではないでしょうか神の愛。だから、私たちの韓国では、 リ・サンゴ博士は今命の息とかなんか言っていますがあれが今日本語で通訳していますね8月になると中国語で通訳するようになりますそれで今日本に中国に今講義をですねインターネット放送で出していますがお金かかっていますしかしどうしましょう日本の中国の人ももう 中国の人も日本人もその飛行機に乗ってここまで来るのも難しいから飛行機に乗って来るようにまずもう放送で出しています。日本人も中国人にはその命の息というのはあんまりこう自然ではありません。しかし韓国語では「生き」「命の息」パッとしますが中国言葉で「生き」と言いますとその意味が 違います。その命の生き、私たちが言っているその意味にならないそうです。中国語で正義というのは、生は王政であるという。キーは何ですかもう怒った時のキー。もう生きはもう,もうとても怒った時。で、日本語では正義というのは、その 今の命の息とは少し違う意味だから日本語と中国ではどういう言葉がの,の他のどういう言葉ですかか分かりますか私がそ,その命の息っというのを中国ではあそこに出てます空気ではありません 空気は昔作った言葉でこれが何であるかと言いますと息の代わりにこの規則だというそうですだから気は気で即は神の 心ですがそれが息をすることですだから気則がもう生気よりももっと聖書的に正確です命の息というのは神の呼吸じゃないですか神の呼吸を私人間が呼吸する側はあ、素晴らしい ではありませんかはいだからソテレス解消に最も優秀もう素晴らしい方法は規則すればいいのです規則この漢字のですね空気の気に休息の即規則神の心を 私が呼吸して私の中にその規則する方法はいろいろあります純粋に呼吸する方法また呼吸をしながら何をしますか念仏じゃなくて念書聖書の書です念聖書天におられる父なる神を皆をあがめさせたまえ 御国をきたらせたまえ御心の点になることくちにもなさせたまえ今日も私に日曜の家庭も与えてくださりことく私が私に罪を犯したものを許したように私の罪を許してくださり私たちを心身に合わせず悪より救い出してください 国と力とえとは限りなく父にあるようにアーメンこれがすなわち規則ですそれにしてみてくださいその複雑な雑念がさわ と晴れますそれから、そうだ、私が、あまりにも、この世に、怒っては、いけない、あまりにも、憎まないようにしよう。そういう,そう,いう呼吸が私に、聞きますと、もう、心が、広くなります。あどうして、私が、何も、ココ心が、狭くて、それ、も,もう、が、傷つ、いたり、したのか、だから、皆さん。 だから、ユースショも、ユースショは結局は、命の息が足りなくて、規則が足りなくて、遺伝子が消えてしまったのです。どうして規則が足りませんかどうして遺伝子が消えましたか規則がないので、規則の反対の、命の息の反対で、もう真理善、美しいことの反対、もう信じれない、疑いだけある、絶望的で、 ああ私がこれで何となる,だなるのだろうそれでも憎しみがどん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 もう多くなってもう憎い人たちが思い出されてそうしたらどん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 暗くなって消されていくのですだから結局すべての憂鬱症およびストレスとすべての病気の解決は結局は何ですか規則にある空気の気に休息の速 規則にあるだから皆さん食事するのも食べ物を食べるのも神の心に従ってその外の人は腐敗しているが内なる人は新しくなると皆さんの糖尿も癌も高血圧も狭心症も ストレスも解決され、憂鬱症もなくなるようになっています。うん、お互い立って してください健康食をしてください。健康食をしてください。驚くべきこと、びっくりすることが起こります。健康食をしてみてください。運動をしてください。運動をしてください。 びっくりすることが起こります。どうしてくださいきれいな空気を吸ってください。きれいな空気を吸ってください。あきれい水を飲んでください。きれい水を飲んでください。きれい水を飲んでください。日光に当たってください。 日光に当たってください。驚くべきことが起こります。日光に当たってください。節制をしてみてください。節制をしてみてください。驚くべきことが起こります。節制をしてみてください。きれいな空気を。 飲んでください驚くべきことが起こります。びっくりすることが起こります。きれいな空気を清い空気を吸ってください。休息を取ってください。驚くべきことが起こります。休息を取ってください。 神を信じてください。神を信じましょう。びっくりすることが起こります。神を信じましょう。ニュースタートしましたら、ニュースタートしましたら、驚きべきことが起こります。ニュースタートしましたら、 さとしましたら。わ。<Yeah. S 1> wow.